おはようございます。おはようございます。おはようございます。寝起きです。どうも寝起きです。そう、おはようございます。どうも寝起きです。どうも寝起きです。1分早い。よかった、よかった。ちょうど時間通りに始められて、寝起きドッキリ、そう、寝起きドッキリされましたんですよ。寝起きドッキリ、そう、おちょにね、寝起きドッキリされたんですけど、その時に起きました。起床した、間に合った。そう、ドラクエね、進めたんですよ。すれ違い通信できるところまで進めました。昨日3時まで起きて。そう、今日おちもち行きます、待ってます。そう、おちょのとこから来たって人がおる。恥ずかしい、恥ずかしい。てかめっちゃ眠かった、あの時。記憶がないです、もう。リアクションは最高やった、最高やった。そう、はい、もうめっちゃ複雑な気持ちなんよ。寝起きドッキリして、その時におへその「おはようございます、ココア朝だよ」って言って、その後にココアに「起こしてくれてありがとう」って言われたから「えう悔しい」みたいな、悔しいってなった。あの謎の罪悪感かね、襲ってくるんめっちゃやろ。笑顔で言われた、いいよみたいな。めっちゃ面白い。そう、あらゆる手段でまた動画がアップされると思うんで見てください。おちょに起こされました。そう、もう眠たくて、本当に眠たくて、どうしようと思いながら、おちょが起こしに来ましたね。こっちなんかおちょが来る。そう、寝起きドッキリ、ショールームで寝起きドッキリとかマジで焦った。もうないと思っとった。初めての初オッチョと一緒の部屋なんですけど、すごい思い出ですね。ね、本当にめっちゃ思い出。こんなことってないよ。じゃあ起こしてって頼んだけど、ショールームで起こすとは、ショールームで起こすとは。せっかくだからね。そう、びっくり、本当に。そう、あの、あ、おちょ、朝配信やるんやったら、自分も6時からやるけ、起こしてって言ったら、ショールームで起こして びっくり。言われた時、しめしめって思ったわ。何？しめしめって思うんで。おちょはいたずらっ子ですね。そうですね。初めてあの起こし方、そうですよ、本当に。ショールームで。びっくり。初ドッキリ？初ドッキリ。え、やっマた、ジ、嬉いや、しい。やったーじゃないよ。そう、ココアの寝起き平気？大丈夫？そうなんですよ。おちゃんとこから来ました。初見です。おはよう。そう、見てる方たくさんいるんだよ、おちゃんの配信を。え、でも大丈夫、115とかだった。あ、よかった。それぐらいでよかった。本当によかった、もう。でもこれからまたあらゆる手段で、また、見れるようになるんで、その時がですね、久々に見たけど大人っぽかったね。最近大人っぽくなったよね、顔。ココア？うん、何だろうな。なんでだろ毎うな、日見てるから分からん。変化が。おちょさん、明日もよろしく。あ、いや、明日はいいです。いいよ、明日はいいよ。え、普通に起こしてくれるよ。明日も明日あげようか。私オルムで。全然子供やん。子でも供って言ったら子供かも。岡山の桃太郎祭りでさ、あそこでめっちゃしっかりしたよね。ねえ、確かに成長した。大人だなと思った。そう、桃太郎祭りで自分成長しました。
桃太郎祭りでこうなんか仕切ってくれてたんですよね。めっちゃ頑張ってくれとった。頑張りました。めっちゃ良かったよな結果。うん、結果良かったね。嬉しかった。そう、岡山のおかげで大人っぽくなったのかもしれん。お茶が来るの待ってくださいね。急ぎます。そう、お茶急げ。さっき寝起きドッキリの超本人、超犯人、超犯人、犯人、犯人、寝起きドッキリの犯人お茶さんを連れてきますので、ちょっとこのまま配信しようと思ったけど自分のスピンずっと見てるの辛かった。あ、顔映るもんな。うん、そうなんですよ。あ、寝起きハンター青ちゃん本当に恐ろしいわ。すごいおかしかった。でも今までで一番ね、目が覚めたかも。自分のさ、アラームが途中で鳴ったの、うん、焦った。自分起きるって布団買ってくるまって寝てたからそう、あれめっちゃ寝返りした記憶がある。なんか暑かった暑かった割にはすっごいくるまってて、やっぱ寒かった暑かったんやにはすっごいくるまってた時期暑かったんや時期暑かったんや、かわいい。そうそうじゃと思う。同室だったんよね。 初の同じ部屋。そうなんですよ。もう焦りました。お茶移しますよ、ちょっと待ってください。ごめんね。そう、あのさ、ちょっとさ布団から出てみたらさ、お茶がさ構えと、カメラ構えとって、いやほんまにショールームだとは思わんくって最初、えって思って話しよったらまともにショールームって言い出しやめてと思って。面白かった、初仕掛けに。仕掛けられた、初、初仕掛けられました。おちょ今メイクしてますよ。メイクめっちゃこだわっちゃうんでごめんなさい。ここは一瞬で終わったね。そうよ、自分一瞬で終わる。もう何もやらん、ここしんどいんやけど。しんどいよね。うん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 、寝起きがすごい ね、 寝起きよかった。ここはうん、てかね、多分パニックなんてだから、パニックいいかもわかんない。寝起き、うん、眠たい眠たい、うわっ、寝ながらそんなはね、もうね記憶がないですよ本当に。今日行く、ウォッチーさん待ってます。自分もう起床した、一瞬で終わった。意外なほっぺで寝てた後みたいなやつ。そうなんだよ、もうすぐさっきまで寝とった。もうドッキリされた、ビビったもう人生で一番起きれた日でした。よかった、寝起き良すぎてもね。確かに自分もパニックった。パニックになるよね誰でも。マジで焦った、ほんまに。そう、お茶、え、もお茶のメイク持ち合って急げ。お茶ごめんごめんごめん。ドッキリする方も大変やったって、途中で目覚まし鳴り出しって言うとった。そう、めっちゃ鳴り出した時焦った、めっちゃウケる。うん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 、シシアラさん、アイドルあと5年も今日の目覚ましのインタビュー、すごい。あ、ちょ、お茶の顔出来上がってないですまだちょっと今製造中です。
鳥風さん、滝野に寝起きドッキリやって蹴られてみてくれ。そう、滝野は本当に、滝野さんはもうマジで寝起き悪いですね。悪いよね。ユミリンは本当にやばいですね。もうまだ寝る、もう起こさんでぐらいの気なんです。なんかな、もう絶対起きてくれん、自分が起こしても無理無理。なんか自分が起きると決めたら起きてくれるが、起こしてくれんですよ。あ、起きてくれんですよ。もうさっきが起きた、さっきが来てくれたんですけど、部屋に遊びに。さっきめっちゃ寝起きやけど無意識のまま入ってきたんかな。え、本当にこっちの部屋に入りたてくしゃみですよ。いける。おはたん。声低い。確かに今鼻水やべ、やばいね。寒かった？暑い。なんで暑いのに。起きる前にさ、部屋行って起こしに行ったけどさ、え、すごい、すっごい、もう枕を取り上げたの。おさ、枕を取り上げたらさ、めっちゃ気にそうな顔で枕があるところにいた。一緒に言うとで、なあちゃんに起こされたらユミリンすぐ起きるよ多分。そう、田中は、田中孝子さんもすごい寝起き悪いですね。そうなんだ。なあって感じ。今まで2回とも部屋が一緒や、2回一緒、3回かな、部屋が一緒やったんだけど、はぁ、って感じ。何時、なんで起きるん、何時って感じ。そう、そして起きるときはもうなんか布団バッサンって、なんか勢いよく。怖いわ。そうなんよ、田中さん怖いよ。ね、STA のメンバーほとんど寝起き悪いかもね。寝る時間を大事にしてるから。みんな寝る時間大事だから。怖いね。ココはイメージ通りやろ。もうね、もう布団をねバッサーンってね、何事かって思うぐらいね吹き飛ばしてね。そう、怖いんですよ本当に。私はいつも早さ、私はスーって起きてまたスーって寝るタイプですね。起こされたら、うん起きるって寝てる感じ。でも今日はほんまに起きた。よかった。思い出じゃん、思い出。そう、思い出ですね。何時今、何時今、みんな6時12。余裕じゃん、天才かもしれん。さっき受ける。私めっちゃ失神で起こしたんやけど、さっきの部屋で。え、すごくね。12分で用意ができた。私もう3分。え、それはやべ。ここは無理よ。起こしてからすぐここに来て、こっち見て待っとった。やってやって。うん、やってって。ユミリン、コウコも反抗期ですよ、本当に。あの二人がもうトップで一番悪いかも。うん。明日会いに行く。そう、今日は握手会初日です。待ってます。待ってます。皆さん待ってます。でもご飯やめて、焦った。もう何してんだよケイン。そう、おはようございます。昨日ココアがビビっとったよな。めっちゃ可愛かった。え、起きとったの？さっきその時、そのさっきその時来とったん？さっきその時来とったん？ビビっとった時に来た。ウケる。やめて。まあ、寝たんですけど、こっちでもさっき来て、部屋に来て早速寝とったよな。え、寝起きドッキリ終わった後寝とったよな。ん、自分見た時寝とったよ。うん、見よった。ユミリンに寝起きドッキリは事故になる。本当に事故になりますよ。もうね、あのね、STA の顔がガチギレって感じです本当に。ユミリンにやってみたいね。いやいやいや、やめた方がいいよ。ほんまにそれはやばいですね。ほんまに怒られますよ。なんで、何時、もうほんまに何時って感じ。何時って言われる。あ、ごめん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 、もう映さんで映さんでって言われる。あ、ごめんなさい、ユミリンを殺した、ユミリンを殺したって、もう事件です。ほんまに帰ろう帰ろうって言われる。やばい、事故、一回切ります。そうなるわ。で、そして、その後もう
とりあえずショールーム切った後もうユミンに謝る。ごめんなさい、起こしてごめんなさい、寝てください、どうぞ寝てください、お願いします寝てくださいって、もうねほんまにユミにね、はい、遠慮しときます。怖いんで。そうユミにはね、起きたら普通に優しいんですけど、あの夢の中から起きたて、そう起きたてやばい、起きたてやばいです、ほんまに本当に怖いです、起きたて、もう寝てください、もうお願いします寝てください、ごめんなさい起こしてごめんなさい寝てください、もう寝てください寝てくださいって感じですね、本当にごめんなさいって思い、ごめんなさいって言ってました。でもユミリーの起きとる時の優しさもあれ異常よな、優しすぎる、天然なんじゃないかな。そう起きたてはやばいよ本当に。そうなんかもうねユミリーの印象ぶち壊れなんで。ね、大丈夫よ、いやそんなね、でもねこのどっちに行けばいい、こっちこっちこっち、手そっちは持ってるけど大丈夫、大丈夫、おちょちゃん来ますよ、おちょが来た、作ってきました顔を、ここおちょここ配信です、ここおちょ、おちょここどっち、ここおちょ、会長配信、会長、会長配信、会長配信、配信。間違えた、おちょちゃん、あ、待って、可愛かったね、ここの寝起き、やめてほしいです、おはようございます、どうも、メイク早いね、めっちゃ急いでよ、私も急いだよ、急ぐも何も、もうすぐ終わったね、うん、今日も美人やで、サレナ菅原が、菅原今めっちゃ頑張って、だってなあちゃんは寝起きスーパーサイヤ人だって、そうなん、うん、髪の毛ってこと、奈良さん、うん、見たいね、それな起こしたい、ここで後で何か、後で、ん？そう。ございます。私も化粧できるわ。後でほのちゃんの部屋に行ってお子さんとな。うん。そう。やつは大きいんぞ。ほのちゃん大きなさそう。ほのちゃんさ、ドッキリして怒るかな？絶対怒る。いや怒らん怒らん、ほのたん、あ、あ、映さんでって言われるよ、そうだね、すっぴんやから映さんでって言われる、なんか兄弟に見えるね、なんだ、そんなことないね、そんなことないです、全然そんなことなかった、男兄弟、え、男なおちょ、そっちだよ、いつの間に、なあちゃんとこ家にプールあり、やば、やば、なんで知っとるんかも知らんし、なんで、なんで、え、なんで、なんで知っとるのかもわからんし、なんでプールがあるのかもわかんない、泳ぎたいんだよ、そういうこと、なあちゃん泳ぐのうまいんかな、どうする、バタフライとかしてめっちゃかっこよかったら、え、めっちゃかっこよさそう、おーってなる、もうキャプテンついてきますって感じやな、弟だね、もうやめて、あー姉、やめてください、弟です、二人合わせて会長です、全然グダグダウケる、お母さん、お母さん、うん、お母さんやな、お母さん、子供、娘、弟、いや娘、いや息子、娘、娘ですね、息子です、娘です、初情報はなーちゃんのにプールあるって、暗いね、知らんかった、なあちゃんの家ってことない、暗いね、どうしよう、何時や、さっき今、うん、さっき今入る、さっき今な6時半にする、そっか、ああ声がもう寝起き、そうやな、めっちゃ寝起き、来てくれてありがとう部屋に、
もう19分もう母と息子、息子やないわ、母でもないよなんでコカの隣におったら老けて見えるって書いてあったよ。いや老けて見えるじゃなくて、配信いつも26言われるよ。言われる？何26なピンポイントで。下からのアングル超おもろい。やめて、26見えるって、なんでそのピンポイントの。わからん、26って言われる。待って、鉄板さん美人だな、オチョワって書いてある。オチョワって書いてあるんだけど、ここは美人でもなんでもないんでね。美人なお母さんですね。美人なお母さんですね。洗剤の CM 似合いそうだって。待ってます。予防で前も言われたことある。調べたよ。なった、今親、夫に先立たれた妻みたいな。え、じゃやめて、怖いわ。怖いじゃないわ、普通に悲しいわ。悲しいか。交代持って。うん、持って、持ちで吸っていける。落ちるんだけど、ちょっと待ってね。あ、疲れた、いなくなった。もっと背高、めっちゃさっき低くなっとった。うわ、ほんま美少年よな。少年になっちゃった。それな、少年になってる。地味に少年って言われてるから。ほんまかっこいい。ね、何分に終わる？もうすぐ終わるわ。何分に終わるこの先？何分に終わる？そうね、今日は1部、3部、5部、7部、私ら同じです。そう、1357部です。じゃんじゃん、あ、クマ来たよ。クマありがとう。あっちゃんさん、そう、もう終わっちゃいますね、今日は。こんなところでランキングを読みましょう。じゃあ、おじょさん、おじょ、奇数読んでね。奇数わかる？わかるよ。バカにしてるでしょ。奇数読んで。バカにした？してないわ。してます。読みにくいな。もうランキング読んじゃっていいですか？ここはファン、ここはに読んでほしくない？ちょっと待ってね。今日は最後のフォーチュンクッキーです。じゃあ私が読んだ方がいいか。うん、13位あっちゃん、今日は最後のフォーチュンクッキーです。そう、1位の方は最後のフォーチュンクッキーいきますよ。映っとる、これ。映っとった。13位、あっちゃんさん、12位やしくさん、11位ダンスさん、10位、はやてさん、あれ、10位はやてさん、9位すえさん、8位ひろくんさん、7位てっぱんさん、6位ようこさん、5位かずかずさん、4位いわおさん、3位ラームさん、2位ちゃちゃさん、1位まささん。まささん、そう、まささんが1位です。今日は最後はフォーチュン、これが今まで1位の方はずっとフォーチュンクッキーで占ってきたんですけど、今日が最後です。そう、フォーチュンクッキーもうなくなりますので、いきます。フォーチュンクッキー引いていきましょう。おちょ、歌って。恋するフォーチュンクッキー、未来はそんな悪かないよ、へへいへい、へいへいへい、人生捨てたもんじゃないよね、ああと驚く奇跡が起きる、あなたとどこかで愛し合える、予感てれ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 て
今日は最後は大吉です。すごい、イエイ拍手できないおちゃんイエイ、そうすごい、まささん最後は大吉でした。お、ハートくれてる、ありがとうございます。そう、すごい、大吉です、最後は大吉でした。いい締めになりました本当に、ね、ということでまささん今日は大吉です。球場でいい出会いがあるかも、積極的に足を運んでみてやってください。頑張ってください。何を頑張るんだろうかって感じです。大丈夫おちゃん。大丈夫だよ、固めとる。なんだ、それではスペシャルギフトをくれた方、マニーさん、マニーファイブさん、ハートありがとうございます。おでんさん、お、おでんさんや、あれおでんさん、おちゃんのところ行っただけ。おでんさん、だるま、ありがとう、ありがとうございます。ちゃちゃさん、何やったっけこれ、白クマありがとうございます。おでんさんはだるまたくさんありがとうございます。待つ、あっちゃんさん、くまさん、ありがとうございます。うん、わたるさん、じゃあ間違えた、まささん、バラありがとうございます。ありがとう。ちゃちゃさん、花束ありがとうございます。かぶずきさん、だるまありがとうございます。てつさん、花と花束ありがとうございます。ということで今日はここら辺で終了させていただきたいんですが、太鼓カート、お茶でした。間違えた、超理恵でしたもう名前になってるお茶がということで今日は皆さん待ってます、握手会、お茶のお茶のファンの方も、お茶のファンの方も来てください。え、うーな、お茶のファン取っていいの、ここはのファン待ってますバイバイ、ではありがとうございました。寝起きドッキリもあったんですけどね、はい、バイバイ、また明日の、明日も配信するので、可愛かったね全然、では放送終了まで3、2、1、バイバーイ。